はい、えー、それでは三輪様よろしくお願いします。こんにちは。おはりこ様が、さすが名古屋は地元だから詳しいですね。えー、えー、え、弁財天の、えー、ね、弁財天のフルーツ大福はそんな高級フルーツの大福なんですね。えー、メンバーたくさんいるから確かに大人顔になりますね。さすがもーちゃん、喜んだに違いないけど、メンバーも嬉しい。びっくり、テンション上がりますね。えー、サンクスの時も、 嬉しそうな場所で皆様は食事をされたり、えー、楽しそうだったなと。うん。ということですね。うん。はい。えー、マリニーさん、よろしくお願いいたします。えー、22、23年世界選手権、24年グランプリファイナルに見る。 えー、ショマ君とステファンのキスクラ。22世界選手権ボレルの後のキスクラは、えー、ステファンがショマ君の頭ごと胸に抱きか抱き締めてましたね。うん22グランプリファイナル、人戦場のアリアの後のクリキスクラはですね、シュマ君が、えー、両腕をウエストあたりでガッツポーズした後にステファンが軽くショマ君の頭にキスをしてました。うんで 23年世界選手権 G 戦場アリアの後のキスクラーは、ショマ君がステファンとデビン先生に両腕を抱き寄せて、3人のスク,あス,クラスクラムを見ているようでした。コントリーのショートを滑り終えて、リンクから上がってきたショマ君にステファンがかけた言葉は、ダイスファイト、サンキューショマでした。フリープログラムを滑り終えて、リンクから上がってきたショマ君に、ステファンが、 かけた言葉は抱き上げながらですね、ジャンプを繰り返して、ワンダフル、ワンダフル、ワンダフルでしたね。うん。あ、ワンダフルにさせばね、思い出しました。この流れを見ていくとね、世界選手権1回目、えー、優勝の時は、えー、ステファンコーチが愛、ラなシのショウマ君をただただ愛おしく感じたんですが、えー、グランプリファイナル優勝の時は、左頭に、えー、軽くキスしたから、ショウマ君が言っていた、ステファンはコーチと友達と会えたっていう感じだった。 うん、それが世界選手権2回目の優勝では、ショもくが2人をき抱き寄せてスクラムを見た感じがして、3人が昭和ーーチームでもちろん中心はショもくであった。ステファンの下で3年、ショもくの成長とここでもチームリーダーなんだと胸安でした。 うん、で、あの、やっぱステファンとの歩みもすごい感じられますね。うん。でも、これはやっぱ宇野選手が相当やっぱ尊敬して、えー、そしてやっぱりこう信頼をしてる、まあ、それがやっぱりこうね、えー、絆が深まってきてるっていうことだと僕は思うのですごくいいことだと思いますね。うんあの。オリンピックに向けても非常にいいタッグを組んで、えー、これからも周りのサポートとともにやっていくのかなと思うと、まあ胸圧ですよね。うん すすごい楽しみですよ。えー、マリニンさん、もう一度です。それでも、アスタモーさんの金は記憶に残る名プログラム。えー、それまで、えー、女子では見られな,見られない重厚なプログラムでバンクーバー五輪から13年を経ても、えー、金メダルでなくても傑作と思っている。えー、カム君の真央ちゃんのベストプログラムにくるみなり人形をあげてくれますが、えー、真央ちゃんの小書記でのプログラムベストプログラムであることには異論はない。しかし、19歳になり、五輪という舞台であの金を演じたことも、えー、素晴らしい感動をもらった。 いやいやもすれば、えー、まちゃんのトリプルアクセルばかりが注目されましたけど、えー、の表現力、えー、はんのような顔、うん、えー、真央ちゃんがあんな迫力、初めて見たかも、えー、すごく難しい、タラスワの振り付けが私は好きだな、エンジェル真央ちゃんありきの鬼ステップが多いけど、女子プログラムのやっぱり、えー、技術と芸術の最高峰と今までも思ってる、うん。で、まあバックマンの時はね、ちょっと後半のね、ジャンプがちょっとね、辛かったんですけどもね、うん。 個人的には、あの、この時の衣装が、まあ、青の方がもうちょっと良かったかなっていう気はするんですけどね。うん。ジャパンオープン時の衣装の方がね、僕的にはなんか好きだったんですけどもね。うん。はい、えっ、ー、と、皆様さもいです。怪しく、キャッ、キャッ、ん怪しくキャッツイうん。マジックプレイイズダンシング。月明かりを浴びて、We Get You, 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 You,、えー、ミステリアスボーイ。こんばんは、みやはです。 えフィギュアスケート男子ファンブック、えクワトラプルアクセル2023、死闘のシーズン総集編、え6月28日に発売、表紙来た、宇野昌磨くん、楽しみです。うん。ということみたいですよ。うん。うん。え、ぴゃぴリップス、こんばんは、みなです。え、名古屋にあるリニラル、リニモーターカーの中にまーちゃんが、と。うん。ビヨンドまであと3日。 えー、私もフルーツイプ食べたいな。たくさんあるな。メロンはハウマッチ高そうだということですね。うん。もうちゃんがリリアモーターカーの中にいるんですね。うん。リリアモーターカーのまおちゃんね。なるほど。うん。緑の中を走り抜けていく真っ赤なプルシェ。チャラン、チャララン。こんばんは、みなです。YouTube に TheIS2013 年、ね、フィナーレ。もおちゃんとジェフリーバトルさんのペアプログラムめちゃくちゃ可愛いロックはビンティンぶりん ロック・アビン・ティンブリ。ノリノリだけど、えー、弾けるキュートさはすごい。えー、とにかく元気に振り付けかわいい。まおちゃんは、やはり笑ったまおちゃん最高で、えー、最強衣装も振り付けも二人の雰囲気最高。ぜひ見てみてくださいね。ということですね。これは、あの、最後キスするやつでしたっけ、せばわ。違うか。うん。